桜島に再来年の春開校する予定だった九年生の義務教育学校の開校時期が見通せない状況となりました新築工事の入札が二度不調に終わり鹿児島市の教育委員会は住民の意見を聞き今後の方針を検討したいとしています鹿児島市は桜島の八つの小中学校を統合し 桜島高近くの桜島溶岩グラウンドに鹿児島市内で初めての9年生の義務教育学校桜島学校を開校する計画を進めていますしかし建物の新築工事の入札が不調に今月行われた再入札でも応札者はいたものの予定価格を超えていてその後応札者との随意契約の交渉もまとまらなかったということです その理由について、鹿児島市教育委員会は、建設費の高騰などが推察されるが、早急に業者から聞き取りを行いたいとしています。桜島学校は今月中の着工、再来年4月の開校が予定されていましたが、開校時期も含め、今後の整備予定が見通せない状況となっています。鹿児島市教育委員会は、 まもなく桜島で始まる整備検討委員会で住民に状況を説明し住民の意見を聞いた上で今後の方針を検討したいとしています。